はいはい、最近のトレンドというかですね、えー、映画とか子供のアニメとか見るとですねよく「フォロー・ heart みたいなね心の赴くままにって訳したいんでしょうかねなんか、えー、自分の心の中で本当にやりたいことを見つけてそれが、えー、使命だみたいな感じのね、えー、文句が ちらほら、あるいはテーマがなんかこうか、隠されてたり隠されてなかったりとか、よくある、ありますよね。まあ、この私たちの時代は、人それぞれも自分の考えに従って、自分の思ったように、自分の好きなように生きていきましょう。っていうのが、ま、特にこのポストモダンと呼ばれる時代ですよね。 で、こう、正しいかどうかとかは、ああ、さておき、えー、なんて言うんですか。みんなが正しいって言ったら正しいし、そうじゃなかったらそうじゃないし。まあ、日本文化もちょっとそういうところあるかもしれませんよね。えー、みんながやれば OK とかね。みんなが、えー、やらなければっていうことで、えー、こう、ギルティーに罪悪感を感じて、するからやらないんじゃなくて、なんて言うんですか。恥を感じるから。プレッシャーがあるからやらないとか。 そのようなところが少しあります、まあ、そのような何て言うんでしょう善悪の硬い基準もなくなってきた世の中っていうのを、まあ、ちょうどこの知、えー、式聖書の旧約書 <laughs> すいません <laughs> あっちこっち言ってたので <laughs> ちょっと汗は私は汗かきなんですね <laughs> ありがとうございます皆さん感謝です <laughs> 詩死を読んでいると、本当に聖書の時代にも、それが本当に、まあ、メ,インメインの生き方だったことがよくわかります。例えば詩死の一番最後のとこを読むと、21章の25節死死の一番最後の説なんですよね。その頃、イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。 ま、ちょうどこの四式の次にサムエルの時代になりますよね。ルツキが間に挟まってますけど、ルツキは四式の時代にあった話だということになってますけれども、えー、次がサムエルキ。で、ここからまあ王様が入ってきて、変わるかなと思えば、案外なんか王様も自分の好きなことしてましたよね。なので、あの王様がいてもそこまで変わったような、 あの、王様として少し、なんて言うんでしょうかね。まあ、縦割り社会になったの変わったのか、変わるところもあったと思いますけれども、まあ、この時代は、もう混沌とした時代だったと言えると思います。知識を読まれた方は、この話、聖書に載ってるのっていう話がですね、続々と見られます <laughs>。読んでるとですね、これ多分あの、実写版にすると、 えー、子供に見つからない実写版になるなっていうぐらいですね。まあ、描写がかなりこう、過激だったりとかですね。まあ、聖書は本当にだからありのまま映してるんですよね。人間の醜さとかも、えー、よくびっくりされるんですね。私も、初めて聖書を勉強される方とかですね。こう、聖書の旧約聖書のお話とか読んでると、アブラハムさんがこんな嘘を2回ついちゃいましたとかね。<laughs> え、えー、みたいな。 成人じゃなかったんだっていうねびっくりとなんか等身大とか人間だったんだなっていうのがねよくあの感想として私聞きますけれどもこの知式は特にひどかったような印象を受けますね読んでいくとそのような時代にその時代の転換点に今日の話のこの「ハンナは」は、えー、来るんですねえー まあ私たち心の赴くままにっていうことは、えー、聖書を信じてる私たちは非常に危険だ。まあうまくいってる時もあるかもしれないですよね。心がいい、いいこと考えてる時もあればそうかもしれませんし。でも私たちの心は聖書によると、エレミア書の十何章9節ではですね、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。<laughs> 私たちの心、どっかでやっぱり病んでますよね。 誰がそれを知りようか、心を探り、その腹渡を極めるの,のは、主なる私である。神様しか私たちの心に一番多く知らないし、神様しか治せないってことだと思うんですね。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いるとなってますけれども、捉え難く病んでいるっていう心に本当に従っていいのか。まあ、危険だということが結論として言えると思いますけれども、 えー、今日の話はですね、サムエル記上の1章から始まります。ぜひ、今日はちょっとごめんなさい、パワーポイントが <laughs> 間に合わずですね、えーじみず、ご自分の聖書でぜひ読んでいただければと思いますけれども、エフライムの産地、えー、ラマタイムソフォイムに一人の男がいた。なお、エルカナといい、えー その家系を遡ると、エロハム、エリフ、トフ、エフライム人のツフに至る。エルカナには二人の妻があった。始まってますけれども、まあ、この、ええー、ある仲介書によるとですね、この始まり方がエフライムの産地にいて、誰々で一人の男がいて、エルカナて家系がこうだっていう、この、この形はですね、ええー、サムソンでしたかね。サムソンの始ま、話の始まり方と一緒だ。 ですね、少し似てるところがあってしかも、えー、実際にこのサムエルが神様に捧げられてなじる人って言ってですねまあ神様に特別に捧げられた人として生きていくっていうところも似てるっていうことで、まあ、そこにちょっと、えー、似てるところがあるの面白いなと思いますけれども、えー、2人の妻があった、まあ、当時では割と一般的で今ではですねまああのー、世界の違う国に行けば まだありますけれども、えー、あまり最近ではないことですよね。でも、聖書はですね、特に、えー、これをすごく否定はしてないですけども、必ず、まあ、否定はしていないけれども、聖書で夫婦は男と女一人,一人ずつというふうにやっぱり定義されてますよね、夫婦というのは。で、それに従わないときにどうなるかっていうのを聖書を読んでいくとよくよく分かってくると思うんですよね。 それをしなかったときに、アブラハムもいろいろ問題が起きましたし、その後も、えー、ね、本当ヤコブも、えー、イサクもヤコブもみんな、えい、ー、ろんな人がですね、イサクうん。い <laughs> ろんな人が失敗していきます。で、この二人目をめとったのも、まあ、当時はやっぱり思想を残すことがもう本当に大切で、 えー、とにかく男の子を産んで家計を残すっていうのがですねまあ日本も今でもそうかもしれませんけど場所によってはですね一昔前まではとても家計を残す男の子が生まれなきゃって言ってですね、えー、私の知ってる人では7人、えー、女の子が生まれて8人目とかですね <laughs> あのいう人もいましたけれどもやっぱ男の子がっていうのはね、えー、何かありましたけどもこの、えー、ユダヤ文化にも少しつながるところが、えー、あるかもしれませんね ライトかもしれませんね <laughs>。暑いですね。思ったより暑いですね。いいすね <laughs> はい。まあ、そして、えー、子供がですね、もう一人はペニナはで、ペニナには子供があった。ハンナには子供がなかったということで、またここで問題が発生するわけです。 エルカナは3節、毎年自分の町から城に登り、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。まあ年に3回ですね、イスラエルの人たちは、イスラエルの男性は必ず行かないといけなかったということで、そこの当時行く場所が、城という、えー、場所だったんですね。城には、エリの二人の息子、ホフニのピネアスがおり、祭司として主に仕えていた。 池にを捧げる日には、エルカナは妻ペニなどその息子たち、娘たち、それぞれの分け前を与え、ハンナには一人分を与えたと、張ってますけれども、ハンナにはですね、特別多くっていうふうに、私は理解してるんですね、ここのところね。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの体を閉ざしておられた。 まあここで面白いのがこのサムエル記を書いた人はですね主が子供を授けられなかったって書いてあるんですねなんででしょうかねまあ後々見,見えてくるんですけれどもまあ祈りによって扉が開かれるんですよね祈りによってここ変わるんですよね 神様は祈ることを待っておられる時もあるのかなと私たちが受け入れられるようにあるいはまあ、ハンナがですねこう本当にこの後必死に祈りますけれどもその必死な祈りをする中で神様に捧げますとその準備心の準備神様はサムエルをま捧げて欲しかったのかなと思ったりするんですねで捧げる心づもりをハンナができるまで待っ おられたたのかなっって思ったりすするんですねだからさハンナはなかなか子供が生まれずにいろいろ悩みながらでも最後には神様お祈りして必死に神様にお祈りした時にお答えになられた神様はやっぱりハンナの心の中で何かがもしかして変わるのを待ってたのかなって、えーち,ょっとえー、ちょっと考えていました。 神様の計画っていうか神様は私たちが受け取ることができるようになってから初めて何かを授けられる時もあるのかなだから私たちの祈りを待っておられる私たちが祈って祈らない必死に祈らないと変わらないというか なんて言うんでしょうかね。祈ることによって神様の心が変わるというよりも、私たちの心が変わると思うんですよね。ハンナの場合も、必死に祈った結果、彼女の心が、あ、もうこの子は神様の子なんだ、神様の働きのためになったんだ、っていうふうに思うことによって変えられたのかなと。例えば、まあこの SD バイブルコメンタリーはそこでですね、アブラハムは25年間子供が生まれるまで時間がかかりましたよね。 もしかしてアブラハムもう少し先に心の準備ができてたらもう少し先に生まれてた可能性もあったかもしれないという話もちらっとは載ってましたけれども、まあ、そこのところはかもしれないなので分かりませんけれどもね、まあ、そして生贄を捧げる日、まあ、この彼女とを,を敵と見るペニーナは主が子供をお授きにならないことでハンナを思い悩ませ苦しめた 毎年このようにしてハンナが主の家に登るたびに彼女はペニナのことで苦しんだ今度もハンナは泣いて何も食べようとしなかった夫エルカの花に行ったハンナなぜ泣くのかなぜ食べないのかなぜふさぎ込んでいるのかこの私はあなたにとって10人の息子に勝るではないかというふうに言っています、えー まあ、エルカナはですねなん、エルカナの聞いてることは、えー、ここもう一回見るとですね、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか、えーまあ、なんでそんなにこのことで悩んでるのと。 悲しいだけじゃなくておそらくですね彼女の頭の中ではこのペリナにいつも悩まされることに対しての怒りと感情とか、えー、憎しみの感情とかももしかしてあったかもしれませんよね。こんだけ言われたらまあ一般的に私たちだったらきっとそのような感情を抱くと思いますよね。まあ、その中で えー、私が10人、10というのはやっぱりもう完全な、いっぱいいっぱいのっていうことですよね、えー。そこの私がいるではないかというふうに慰めようとするんですけれども、それでもハンナはやっぱりもやもやしてるんでしょうね。次にですね、生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった。最終エリは主の神殿の柱に近い席についていた。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しくない。 この祈りが、でも後に、サムエルという預言者が立つ理由になるんですよね。この祈りがなければ、サムエルは生まれ、まあ、もし、もし何だったらとか <laughs> いう話はですね、してもどう,どうしようもないかもしれませんけど、でも、もし祈らなかったら、サムエル生まれていたでしょうかね。生まれてなかったかもしれませんよね。 まあ、これもすべて神様のご計画のうちに神様すべて知っておられるんですけれども、まあ人間のこの選択をですね、神様すべて結果的には知っておられると思うんですけどもね。でも、ここもししてなかったらちょっとこう、全然違う歴史にもなってたのかな、と。ハンナの信仰というか神様にここです。もう本当に究極的にすがるっていうことをした結果が、 イスラエルのの歴史をままたた一歩動かしたのかしなって思いますねこの祈りの力この一人の女性の聖書でですねこの女性ってね割と出てきますよね特に古代は女性がやっぱりちょっと低く見られてたところもありながらの中で聖書はよく女性取り上げたんですけどハンナの祈りも祈りがしたと書いてある部分もありますその後に祈りも載ってるんですよね旧約聖書の時代の中で。 そこで本当にこの、んかハンナの祈りとハンナの信仰っていうのは私たち見習うところがあるのかな。もう本当に落ち込んで本当に泣く、泣きながら祈りながらもう絶望の中でとにかく神様にすがったこの信仰、私たちも真似てみたいところですよね。 そして、誓いを立てていった番組の主、はしための苦しみをご覧ください。はしためを見に、見心を止め、忘れることなく男の子をおさすが、くださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。このカミソリを当てませんっていうのが、このナジルビチョの誓いにのことを言ってるんじゃないかと、よく言われてるんですね。だから、えー、ワイン、ワインというかお酒を飲まず、 髪剃りも髪の毛に当てず神様に本当に献身するっていう、えー、そうですねあと死体には触らないというところですね、えー、まあそのようななじる人の誓いをこの子供も、えー、のために代わりにしていたんじゃないかということですけれども <laughs> サムソンも同じでしたね、えー、そして 12節ハンナが主の見舞いで、あまりにも長く祈っているので、どれぐらい祈ってたんでしょうね。なかなか離れなかったんでしょうね。教会で、まあ、い今で、現代で当てはめると、教会で、教会のせ礼拝が終わっても、食事のパトラック、今はちょっとないですけどね、パトラックが終わっても、ずっと礼拝のところでずっとこう、こう祈ってる人がいたら、 ちょっと牧師が来て、すいません、もう閉めるんですけど。<laughs> なんかね、頭に浮かびますよね。なんかそんな感じの会話が。昔のね、この、えー、エリ、エリ、祭祀エリもですね、この人大丈夫かな何な,なんかね、何してんだろうっていう感じで来たの。そして、このエリが言ったことも面白いんですね。あんな心の内に乗っていて、えー 唇は動いていたが、声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思いって書いてあるんですけども。それぐらいなんかこの神殿のところでみんな酔っ払っていたってことですよね。当時の、なんて言うんでしょう。当時の、一般的になるぐらい、祭司が来て、まあ礼拝するとこですよね。捧げ物をするところで、 い、は祈ってるんですかって声かけるんじゃなくて、大丈夫ですかどうしたんですかって声かけるんじゃなくて、あんたもう酔っ払うの、酔っ払ってるの帰りなさいっていう、どうだけ当時みんな、なんかこう、ね、宗教というか神様への態度がちょっと軽んじられていた時代だった、みんな好きなカッテをしていた時代だったかっていうのを、ここでまた一つちょっと見えるとこですよね。いつまで酔ってるのか、酔いを冷ましなさい。 ハンナは答えた、いいえ、妻子様、違います。私は深い悩みを持った女です。ブドウ酒も強い酒も飲んではおりません。ただ、酒の見舞いに心から願いを注ぎ出しておりました。橋しためを堕落した女だと誤解なさらないでください。違いますよ <laughs> というのがなんか聞こえてくるような気がしますよね。私はそんなのじゃありませんから。私は悩んでるんです。 今まで祈っていたのは訴えがいこと苦しいことが多くあるからですもうそれを全部神様に持っていったんですね彼女は神様にぶつけたんですね私たちどうしてるでしょうか悩み悲しみがあるときにでも、ね、ちょっとこの人本当にもう頭に来てるんだいつも意地悪してくるんだけどねえ前川先生聞いてねえあつこさん聞いてよみんなにですねああれは別の方法でですね私ね 祈りのリクエストがあるんです、みんめいさん。この人と喧嘩したんですよ。この人があんなことして、こんなこと、祈ってくださいよ。これは、祈りのリクエストですかね。それとも、ただただ悪口を言ってるだけですかね。悪口言ってるだけですよね <laughs>。私たち、時にですね、なんかこう、祈りのリクエストとかね、こう、自分が気持ちよく感じるためにですね、他の人、みんなにこう、言ってしまう。 悩みを。でも、ハンナは、これ本当神様に、何時間も多分いたと思いますよ。この書き方ではね。何時間もずーっと祈り続けてた。私たちの態度はどうでしょうかね。何かうまくいかないとき、苦しいことがあるとき。確かに人に相談するのはありだと思いますね。聖書でも、誰、直接まず問題があったら話しなさいと。 それでうまくいかないときは他の人を連れてきなさいとか書いてありますよね。だから相談一人二人とかね、教会の長老とかね、誰かとかね、信頼できる人を一緒に連れてって、一緒にちょっと話聞いてくださいって本人ででも言わないといけないんですよね。これは周りにみんなにみんなにこうやるのは間違いなわけですよね。そして、まずやっぱ神様にぶつけるというところが大切なんですよね。 そこでエリは「安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるように」と答えた。まあエリは何を根拠に「あかなえてくださるように」って言ったのか分かりませんけれどもエリもこんだけに乗ってたら叶えられるのかなと思ったのかまあそこは神様がね何かこう何て言うんでしょうかね精霊を通して語りかけたのかもしれませんちょっとそこのところは分かりませんけれども。 そこでハンナはハシタメがご行為を言いますようにと言ってそこを離れたあ。祈り続ける。次に何をすればいいのか。あるいは神様が答えてくださったか。あるいは次に何かをし,するしないといけないのか。示してくださるまで祈りなさい。っていうのにデイブ・アーリーさんは言ってるんですね。私たちもなかなかそこまで祈らずにいることがありますよね。 答えが出るまであるいは神様がもう答えてくださったと心の中で「あもう大丈夫」って感じるまでそれから食事をしたが彼女の表情はもはや前のようではなかった神様が何とかしてくださる神様にお任せした、まあ、ここで彼女はね子供が生まれる確信があったかどうか分かりませんけども 安心して、表情が変わって、それまでもきっとね、もうこんな眉間にしわ寄せてたかもしれませんし、もういつもなんかこう、うと、なってたかもしれませんよね。話を読んでる限り、そのような辛い辛いことがずっと続いていたようでしたよね。一家は朝早く起きて、死の見舞いで礼拝し、ラマにアる自分たちの家に帰っていった。エルカルノは、 妻ハンナを知った。主は彼女を見心にとどめられ、ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願っていた子得た子供なので、その名をサムエル。サムエルの名はその通り、神境だけで書いてますけど、その名は神、えー。エルっていうのが神ですね。シェインっていうのが名前。シャ,シャ,シャムエ,エ,エオっていうね、サムエルとなってますけれども。 ハンナあ、そしてハンナがですねサムエルを捧げます。21節に、えー、続きますけれども、まあ、このサムエルという名前もですね、えー、神、えー、っとですね、主に願って得た子供主に願う asked of the Lord っていう、主に願うっていう言葉と、このサムエルの言葉の死音が一致している、言葉がちょっとこうかけてあるっていうかですね、いうことみたいなんですね。そして、21節。さて、サムエル。さて、夫エルカナが家族とともに年ごとの生贄と、自分のね、ま、ま、何ですか、これ。漫画 の捧げ物を主に捧げるために主に登って行こうとした時アンナは行こうとせずヨットに行ったこの子が地離れしてから一緒に主の御子を仰ぎに行きます、まあ、一般的に地離れっていうのは今一歳とか一歳半ですか当時は二歳から三歳ぐらいまでしていたこともよくあったっていうふうにちょっと読みましたけれども一緒に主の御子を仰ぎに行きますそこにこの子をいつまでもとどろませれましょう で23節夫エルカナを妻に行ってあなたが良いと思うようにしなさいこの子が血離れするまで待つが良い主がそのことを成就してくださるように」「ハンナはとどまって子に父を与え血離れするまで育てた血離れした後ハンナは3歳の、えー、お牛一頭お牛を捧げられるというのはやっぱりこのエルカナはやっぱりかなりお金持ちだったということなんですよね当時ね、えー、小麦 1F はブドウ酒の皮袋一つ手伝いその子を 違う役では3匹の牛って書いてあるんですけど3歳か3匹かちょっとわからないんですけどもどちらにしてよ割とお裕福な家庭だったようですね人々はお牛をふふりその子を襟のもとへ連れていったナは言った妻子様あなたは生きておられます私はここであなたのそばに立って主に祈っていたあの女です私はこの子を授かるようにと祈り主は私が願ったことを叶えてくださいました 私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねたのです。彼らはそこで主を礼拝したと言って、このお話は終わっています。当時の自分の心の思くままに、皆が行動していた時代に、時代に、 に必要な人物は、サムエルのような人物だったと。この後からね、また話の続きを、またしていきたいなとは思ってますけれども、その、その本当に、なんて言うんでしょう、みんなが、白黒なく、正しい間違いの区別特になく、好き勝手していた時代に必要な人材、必要な、 神様を大地にする人。これが与えられたのは、ハンナの祈りからでしたね。そしてハンナがサムエルを育てて、3歳までしっかり育ってて、その後やっぱりど、どのぐらいで実際に住み込み始めたか、主に委ねるのは、彼らはそこで主に礼拝したと書いてあったので、もう少し、 行きしししたかもしれませんしですね早めに小さい頃から預けられてたのかもしれませんけれどもこのその時代に必要な人はどうやって私たち私たちの時代も一緒ですよね今の時代に必要な人物っていうのはどのようにして与えられるのかみんなが 真理ななんてないとあなたの心理って私の心理があって特に何,何も基準がない時代に私たちが今立たされてますよねその世の中でまあ本当にこのハンナのような信仰が今の時代に必要なのかなとこの話は今の私たちにとても当てはまるのかな たまらない <laughs> だって預けとかは分かりませんけどもねまあちょっとね <laughs> <そ>まっ、あ、たくねそれが今と一緒の状況ではないと思いますねその時代の背景で必要な人物ということを話しているので教会に皆さんの子供をみんな預けてくださいと言ってるわけではありませんので。<laughs> 預からないでしょうはい預けられませんけれども <laughs> まあねここそこで彼らは死を礼拝したと言ってからハンダの祈りがあってそしてその後またあのー、サムエルがなんでしょう出てくるのがもう少し大きくなってからですよねサムエルが本当にこの、えー、エリーと一緒に生活し始めるのはだからおそらく私はもう少し後 から、えー、預けられたんじゃないかなとあの思ってはいるんですけどもね、<laughs> えー、でも、えーまあ、私が強調したいのはですね、ハンナのような信仰、そしてそのような時代をなんて言うでしょう神様に立ち返らせる役割をサブエルはこの後していくことになるんですよね。そのような えー、人が与えられるのもこのハンナの祈りとハンナの神様への信仰があったからだと思います、えー、エレン・ホワイトの教育ではですね子どもにとって最初の教師は母親である最も感受性が強く最も進歩の早いこの期間における子どもの教育は大部分母親に任されている善悪いずれかの品性を形作る機会はまず母親に与えられている 母親はこの機会の価値を理解して他のどんな教師よりもこの機会を最善に用いるだけの資格を備えていかなければならない。ところが実際に母親の教育ほど軽視されているものは他にない。母親は子供の教育上最も有力な、そして広範囲に感化を与えるものであるにもかかわらず、その母親を助けるための組織的な努力がほとんどなされていない。ですね でそこの次のところ、ですねちょっと飛ばして子どもの幼年時代はもちろん後年の教育についてもその責任は母親ばかりではなくまた父親の上にもあると言ってそのために注意深く周到な準備をすることが父親にも母親にも緊急に必要であると、うん、まあ私たちですね、えー、いろんなこのオンラインで聞いている方もですねいろんなえ年代の方がおもう子供が巣立っておられる方 えー、これから子供がいらっしゃる方、今子供がいらっしゃる方、でも私たちそれぞれですね、まあ子育てが終わった方も、教会の他の母親の方を助けることとか、えー、子供がおられない方もですね、えー、教会での、まあ、母親としての脇役割、教会での子供たちを助ける、サポートする役割もあります。まあ、父親も同じですよね。父親、家庭を私たち教会みんなでどうにかして、やっぱり、 えー、サポートしていくっていうのも、えー、教会の役割の一つだと思います。でそこがエレン・ホワイトはやっぱり足りていないと。全然足りていませんよと。どうやって教育したらいいのか。何をしたらいいのかっていうのがですね。えー、足りていませんというふうに言ってるんですよね。やっぱりこのサムエルが神様をしっかり信じて、そして聖書にしっかり基づいたリーダーになったのも、 そしてこの後いろんな改革をしたり、イスラエルの人たちをみんな読んで、契約を更新させるんですね。皆さん神様との契約を更新しましょうって言ってですね、この更新の儀式、みんなの前でやるんですよね。このようにみんなを立ち返らせる役割をしたのも、ハンナの努力があったからなのかなと。だから私たちの教会にはですね、やっぱり母親の方もそうでない方も、父親の方も、そうでない方もですね、教会の子供たちを、 気にかけて、サポートして、育てていくっていう使命が与えられているのかな、そして私たち一人一人個人にはですね、この時代にあって、とにかくどんなことがあっても、神様にずっと祈り続けるっていうね、このハンナの信仰を見習いたいなと願っていますお祈りさせていただきます。 天の優しい神様ハンナの信仰から学ぶところがいろいろありました混沌とした時代にあって彼女はひたすら神様に祈りそして神様からのサムエルという戦いら与えられて 一生懸命育てて彼女の役割を果たしていきました。私たちの与えられている役割、父親であれ、母親であれ、教会の一員としてであれ、おじいちゃん、おばあちゃんとしてであれ、いろんな形で私たちは、この周りの人たちに良い影響を与えていく、神様の愛を私たちの 中心の中に神様が受け入れて私たちの中から溢れ出す神様の愛をシェアしていくという役割があると思いますどうかひたすら神様の身胸を追い求めることができますようにそして私たちの与えられた 神様のから与えられた計画が神様が与えられた使命が何であるかを理解しそれを遂行できますようにどうか神様をお助けください愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたしますアーメン